えー、皆様、こんばんはん、えー。今日は2022年1月5日、えー、水曜日のボギーチャンネル。私主催の、えー、ボギーテレコンでございます。まあ、南の島沖縄、えー。今日はね、ちょっとずっと曇りがちな天気であったんですが、さほどね、寒くはなかったです。ただ夕方からちょっと雨が 降っておりまして、今も雨が降ったりやんだりというような感じでございます。で、今日はあの、夕方、えー、まだ雨が降らないうちに、えー、私のいおのね、プランターに植えている野菜を収穫させていただきました。まず一つ目は、ネギです。ネギ。あの、スーパーで買ってきたネギをね、えー、上の方ちょんぎって使った後、下を え、植えてあるんですけど、その植えてあるところがね、なんと軽石を混ぜてあるんですけど、すく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 と育ちまして、なんとたくさんネギも収穫できました。それと、もう一つ。はい。えー、これはもう当然でございます。ニラですよ、ニラ。皆さん、ニラ。はい。えー、活動家の元気の源、ニラ。これもね、あの、南河内の端っこさんから、 苗をね、いただいて、これを植えてあるんですけども、これがもう、どん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 伸びておりまして、それを、あの、ハサミで、あの、収穫をさせていただきました。で、ハサミでね、収穫をしたところ、えー、ボールにいっぱいのね、ニラが収穫できまして、まあ、これを洗って、あの、ざく切りにして、今、冷蔵庫の方でね、あの、冷凍にして、 あります。しかし、ビニールをね、きちんと縛っているにもかかわらず、冷凍庫は、ニラの香りで <laughs>、はい、皆さんの <laughs>、冷凍庫の中が、ニラの香りでね、本当に、もう、すごいんですよ。はい、ニラプラスネギの香りで、いや、本当に血液サラサラになるんじゃないかと、 思うぐらい匂いが非常に強いでございます。サニーサンデーさんは昨年初めてニラ始めましたということで、はい。あの、ニラってね、結構放置プレイしてても育つんですよ。ですから結構、あの、育てやすい、あの、野菜かなとね、思っております。まあ、ニラはね、あの、沖縄でいう平焼地はい、平焼地ですね。あの、 いわゆる小麦粉にニラを混ぜて少し出汁の素を混ぜてフライパンで焼いて食べるやつなんですけど、これも非常に美味しいですし、私冷凍にしたニラをインスタントラーメンにね入れて、その上からお湯を注いで、はい、ニララーメンにしたりとかやっております。最高に美味しいと思うのは、もつ鍋に入れた時がやっぱりニラ、いいですよね。はい、ツッチーさん。 育てやすいというか強いイメージがあるということで、ですから、やっぱりね、活動家の元気の源は、ニラですよ、ニラ。はい。えー、お手当てではなくてニラですからね、皆さん。えー、ですからもう活動家の方々がね、お手当てをもらってるとか書いてる人がいたらぜひ、いや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 、ニラですよ、ニラと言ってください。はい。BPO にも私、ちゃんとニラで証言をしてあります。 さて、今日最初のね、画像。これは、えー、何かと言いますと、えー、陸上自衛隊の、えー、第15旅団の掲示板のすぐ下に咲いていた、まあ、タンポポなんですよね。これ1月1日にあの咲いていたんですけど、本当に、誰もね、あの、 見てくれないようなところにひっそりと、まあ、咲いていたタンポポに、まあ、近づいて撮影をしたものでございます。非常に朝日を受けてね、柔らかい感じで咲いていましたけど、私どっちかというとね、あの、目立つ花も好きなんですけど、このように、あの、誰もね、木に留めないようなところに咲いてる花も大好きなんですよね。まあそういった、あの、ひっそりと咲いてる花って の中に、本当に綺麗な花もたくさんあります。まあ人間も一緒で、目立つね、オラオラばっかりやってる人よりは、何も言わずね、あの黙々とやっていたり、ね、目立つことをしていないんだけど、あの非常に、はい、この国のために頑張ってる人たちもいっぱいいるということでございまして、まあどうしても目立つ人たちは、 ね、一旦目立ち始めると、その注目を集め続けるために、さらに目立つことをやったり、まあ時には、ね、仲間を攻撃して炎上させたりとかそういったこともしますけど、まあそうではなく、このようにね、えー、誰に、まあ見てもらうわけでもなく、ひっそりとね、咲いているこういった花、まあ人間もこういった人の方がね、本当は、もっともっとね、えー、賞賛、 されるべきではないのかななんてね。あの、思っております。さて、えー、今日はですね、皆さんにちょっと陸上自衛隊の掲示板の方をお見せしたいと思いますけど、これ。はい。えー、実は、1月1日、令和4年1月1日の緊急患者空輸と不発弾処理の数字の掲示板です。緊急患者空輸が9959件。 9,959件で不発弾処理が38,813件。はい。38,813件ということになっております。それが今日のやつをちょっとね、皆様にお見せしたいと思います。はい。これがあの今日のやつなんですけど、いかがでございましょうか。はい。えー、令和4年1月5日付で9,961件、えー。1日に比べますと、 なんと緊急患者空輸が2件増えているんですよね。そして不発弾処理が38,813件から38,814件になっているということでございまして、あの、こういったね、正月みんなが休んでる間に、こういった命がけの不発弾処理1件、そして、えー、この緊急患者空輸が 二件、ね、あの、従事されているということでございまして、本当にもうこれありがたいとしか言いようがないですよね。まあ、半地活動家たちもね、正月休みっていうことでお休みしてる中で、えー、自衛隊の皆さんは不眠不休24時間、まあ対応されてるっていうことで、まあこのように緊急患者空輸で二人の あの、命を救う。そして、不発弾処理では、あの、一つね、一件、まやったということでございまして、本当に、もう、ありがとうとしか言いようがないです。今、カルガモさんが、オミクロン株で緊急患者空輸が増えるよということなんですけど、全く私も同じように思っております。まあ、今後、あの、今、石垣島でね、結構感染爆発してるんですよ。 で、石垣島の医療インフラっていうのはやはり病床などもそんなに多くないんですよね。そこが埋まりますと、もう、あの自衛隊にお願いをして、沖縄本島に搬送するしかなくなってくるんじゃないかというふうに思っておりますけど、まあ今政府の方はこのオミクロンに関しては、必ず入院っていうわけではないっていうふうにね、 あの、方針を変えています。まあ、前から思うんですけど、本当にこの岸田さんっていうのは、あの、一度決めたことをそのまま、ね、あの、やるっていうわけじゃなくて、途中で、はい、いろいろ言われると、それに、あ、そうですかっていう感じで、聞くようなところがあるんですが、まあ、いい、ね、面もあれば悪い面もあるというふうに私は思っていますけど、まあ、こういった、あの、臨機応変にね、あの、変えるっていうのは、 私は別に悪いことではないというふうに思っております。ですから、軽症者、あの、自覚症状もないような方は、自宅療養、もしくは、あの、ホテルでの療養にね、はい、やっていただいて、あの、熱が出たり、やはり肺炎にね、あの、なってしまいそうな人、もしくは、基礎疾患を持っているような方は、やはり、入院をっていうことで、やっていただいた方が、 いいんじゃないかなっていうふうにね、私は思っております。まあ自分自身がね、あの昨年コロナに罹患をし、あの、まあ手術後で、まあ基礎疾患を持っているという扱いで、まあ緊急入院、はい、あのしてさせていただいて、まあ命をね、救っていただいたっていうことがあるだけに、やはりね、こういった限られた医療インフラっていうのは、あの、重症者 もしくは重症化する可能性の高い基礎疾患を持っているような方とか、まあそういった方を中心に、まあ運んでね、入院させていただければ、ある程度医療リソースっていうのも確保できるんじゃないかというふうにね、私はあの思っております。はい、肉球さんとモンドさんからニラでございます。ニラですよ、やっぱりニラ。いやー、ほ本当に今日ニラ、ザク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  てねいや、もうファンキーでもう鼻の中全部ニラの匂い。おまけに、ビニールに包んであるのにもかかわらず、冷凍庫もニラの匂いでございます。さて、南の島、沖縄、今大騒ぎ。何かと言いますと、はい。えー、これ、今朝の、えー、沖縄タイムスさん、えー、県内225人、感染、米軍、 64人、知事第6波に突入っていうことで、えー、結果的に、まあ、知事、これに対して、県独自の対策っていうのは全く、ね、見えてこない中で、国に対して、まん延防止等をね、緊急処置をお願いをしたいと。これが県の対策らしいですよ。いや本当に、沖縄県って、ね、 あの、独自の対策ってないんですかね。今、ラプテンさんが沖縄成人式中止する市町村もあるみたいということなんですけど、実は、え、浦添市、ね、浦添市は、松本市長が先ほど、え、成人式を中止するというふうに、ま発表しております。まあ、一生に一度しかない成人式をね、このように、まあ、中止するという発表、まさに団長の思い、 だったと思いますが、まあ危機管理というね、面で、まあこれはもう致し方のないことだったんじゃないかというふうに思っております。今あの、ホルスタインさんが、米軍のせいですかなんて書いてるんですけど、まあ確かにスタートは米軍もあったかもしれません。しかし、ね、スタートが米軍だったとしても、それをね、どん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 やっぱり広めているのは、 この県民だと思うんですよね。いわゆる緊急事態宣言が解除され、その後もう大丈夫だろうって言って、非常にね、あの、油断をしている。まあ、普段の生活にもう戻っちゃってるようなところがあり、松山など見るとマスクなしで歩いてるね、若者たちもいっぱいいたんですよ。まあ、それと、あと年末年始。はい。カルガモさん書いています。この年末年始には、 もう間違いなく感染が拡大するっていうのは分かっていたのに、沖縄県、何の対策も取っていませんよね。やったことといえば、米軍批判ばっかりで、ね、きちんとした対策っていうのはやっぱり取っていなかったというふうに思っております。はい、越さん、その通り若い世代は結構多いですよね。まあ、このように県内225人で、一面でね、大発表している、 まあ、沖縄の新聞なんですが、明日はさらに大発表すると思います。実は、はい、これ1月5日の、えー、4時の配信。沖縄知事学前、非常に驚異的な数、600人超えに緊急事態の要請は慎重姿勢ということでございまして、なんと5日、この新型コロナウイルスの新規感染者が、 昨年の8月以来600人を超えたと。いや、これね、昨年の8月っていうとちょうど私がコロナに罹患して、あの病院にぶち込まれてる頃なんですよね。あの頃の、あの頃のですね、いわゆる検査数に対する陽性者の割合っていうのが高い時で10%超えていたんですよ。つまり、100件、 あの、検査すると、もう11件とか10件とか陽性者が出ていた時期なんですよね。はい。そして、非常に驚異的なが数で愕然とした、来るべきものが来たとの気持ちで立ち向かわないといけないというふうに言ってます。非常に、ね。来るべきものが来たとの気持ちで立ち向かわないといけない。 いやなんか非常に抽象的で、具体的な対策っていうのは全く見られないですよね。まあこの沖縄県知事がやってる具体的な対策っていうのは政府に対してまん延防止等重点処置の指定を要請ということでございまして、もうね、この沖縄県知事、県として何か対策を取るとかそういったの全く見えてこない。ね、国に え、このまん延防止等重点処置を指定してもらったら、それで片付くと思ってるのかななんてね、私思っております。まあ今沖縄、えー、昨年のね、非常に感染がもうブレイクしてる頃とほぼ同じような状況になっています。で、ワクチンのね、えー、接種率も確か2回やった接種率が70%。全国でもかなり低いんですよ。 もう本当にね、半騎士のことになるとすんごいフットワーク軽いのに、ね、もう大丈夫でしょうと。だって皆さん覚えてますね。あの、緊急事態宣言解除された後、ライブハウスでね、ライブデニーなんてやってましたよね。知事自体がそういう感じですから、もう危機意識っていうの全くないという感じで。 はい。そうした中でね、えー、このマスコミが、緊急事態宣言への指定を要請するかっていうことを聞いたら、えー、そういう状況であるのは受け止めている。しかし、時速80キロからいきなりブレーキを踏むと、車間距離の関係で何が起こるかわからない。っていう、何の例えなんでしょうこれ。だって、時速80キロ、ね、観光客、ウェルカム。 していたのは沖縄県ですよ、これ。はい。観光客どんどん来てくださいって言ってね、あのブルーなんとかプロジェクトっていうのもやってましたし、もうとにかく来てください、来てくださいっていうふうにもうやってたのは沖縄県そのものだったんですよ。そういうふうに自分でスピード上げておきながら、ね、いきなりブレーキ踏むと、車間距離の関係で、 何が起こるか分かんないって。いや、これ、あまりにも例え、例えとしても、例えとしてもなんか、レベルが低すぎじゃないですかこれ。私、この知事のね、この発言を見て、全く中身がない。結局、沖縄県として、国にえまん延防止等重点処置をね、指定してもらって、また飲食店休ませて、1日4万円、 支給する。でしょほら、もう飲食店、ゲラゲラ笑ってるとこいっぱいありますよ。はい。水曜チラチラ作戦さん。例えの意味が不明なのはマンゴー仮面にそっくりということでございまして、塩様さん。能力のなさにも程があると。そうですね、ツッチーさん。フルスロットルとフルブレークしかない知事ということで、ね。はい。アクセルをパーシャルにするっていうようなこと、全く考えていない。 です。まあ、結果的にまた国に、おんぶに抱っこ、そして国にお金をくださいと言って、飲食店にまたね、4万円ずつばらまいて、はい、またコロナバブル再来、ということになるんだろうな、というふうに私は思っていますよ。ね前にそういうふうにやったのを経験してるんだから、きちんと対策を立てるのが本来の筋であって、また去年と同じように、 ね、まん延防止等をやって、それで、次は緊急事態宣言をやって、国にお金をね、出してくださいと言って。飲食店、ね、時短、そしてもしくは、はい、閉めていただいてっていうことで。で、またこれで、経済が立ち行かなくなると、また国に対してどうにかしてくださいっていうふうに言うんでしょうね。 はい、ホルスタインさん、その通り、焼け太り飲食店、また、増えます。まあ、このようにね、あの、県独自の対策、全くない。今のところ対策っていうのは、まん延防止等重点処置を国にお願いをする。これって対策ではないと思いますよ。いや、県知事はね、本当に、現場に出てですよ、高山先生などのアドバイスを受けて、 どん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 ツイッターで、あの、県民向けにね、情報も発信していただきたいんですが、まあツイッターの方も上から多分、あの、許可ないことは書くななんて言われてるんだと思いますけど、ろくなことを書かない。まあ、これでね、県知事なのかな。やっぱりこの人、軽すぎる見越しそのものだったんだというふうに私は思っております。バックさんどうも、ニラちゃんありがとうございます。いやー、しかし、 そうです、ホールスタインさん。営業しない方が儲かるんです。はい。県のね、要請に応じて8時に閉めてしまえば儲かるんです。儲かります。それまで営業して、お客さんどんどん入れて、ね、儲けて、そして、県に言われてるんで8時から閉めますね、って言うと、1日4万円。あられですよ。ね。皆さん4万円、1日に稼ぐってね。 難しいですよ、とっても。いや、まず不可能です。それをまた繰り返そうとしているこの沖縄県知事、えー、無能以外の何者でもないというふうに私は思っております。はい、ということで、えー、感染が拡大しているね、沖縄からお送りしました。まあ、マスコミの方も今このように煽っております。すると、えー、今度はそれを見て危機感を持った人たちが PCR 検査に殺到する。 PCR 検査の件数が増えれば、もちろん陽性者数も増える。その陽性者数が増えたことを報道し、それを見た人たちがまたさらに PCR 検査に殺到する。はい。すると分母が増えるから分子も増えます。本当にエンドレスのね、えー、ことがこれからまた起きるのかな。さあ、そんな中で誰が笑うのか。 いや、本当に、すごいですよ。はい。もう、すごい、儲かってます。どことは言いませんけど。ということで、えー、本日の、えー、ボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。明日また詳しいね、情報が入りましたら、また皆様にお伝えしていきたいと思います。えー、今日もね、えー、ちょっとあの、沖縄以外のところでは、ちょっと冷え込んでおりまして、はい。 え、また雪が降るようなとこもあると思いますけど、皆さんぜひまた暖かくしてお休みになっていただきたいと思います。なお、今夜は23時からプレミア公開がございます。まあ、お疲れでなければまたお付き合いいただくと嬉しいかなと思っております。ということで、今夜のボギーチャンネル、ここにて終了させていただきます。では、皆様、明日同じ時間にお会いしたいと思います。今夜もありがとうございました。